マウンドを降りました。ジャイアンツがタイムリーで2点、3回の裏ゲームが動きました。なおも満塁でバッターボックスは7番の亀井。水野さん、中畑監督もうこれ以上はというところでも早めにという結果になりますね。まあ、そうでしょうね、やっぱり村田超のロペスが外のチェンジアップ系に誘われなかったですからね、左の、まあ、この亀井まで行ってくれるとね、ベンチは助かるんでしょうけどもね。そしてその後は右の高口、ピッチャー沢村と。さあ、まあ後から出てくるピッチャーも小林もね、多少は楽じゃないですか、ツーアウトになってれば、はい、まあ、ワンアウト満塁ですから。DeNA としてはこの3回からの、まあ、継投、これも今日の試合は非常に大事になってきました。長野ロペスと連続タイムリージャイアンツがこの序盤に果たして突き放すでしょうか。打ち上げてサード中村が追いかけていく。もうやっぱここでの亀井はすごく大事ですね。もうここで一気にビッグイニングを作ってやれば沢村も非常に楽に投げられますからね、はい、次のもう1点、この重要性ですね。そうですね、状況ですと、まあ、2点先制したんですけども、このまま2点で終わると2点しか取れなかったというイメージになりますからね、ジャイアンツサイドとしては、はい、まあ、2点先制はすごく大きなことなんですけども、その後のこの今の状況を考えると、この後追加点が取れないとそういう風なイメージになってしまいますからね、はい、ピッチャー返しセンターに抜けていきました。ランナー、そして2塁ランナーも3塁回った。さらに2点を追加、亀井の2点タイムリーヒット、4対0とここで一気に突き放します。沢村にとっては大きな大きな援護点。亀井としてはチームから求められている大きな仕事、ここは一つ果たしました。いや、もういいヒットですね。まあ紙一重ですけどね、もうピッチャーももう差し出したところにもう少し反応が良ければね、ボールをこう叩き落とせたかもしれないんですけどね、はい、そう、ここ